おはようございます。こんにちは。こんばんは。塾長です。1月8日土曜日は、正月こと納め。はい。地方にもよるんですけれども、この関東近県川越は多分、お正月と言われる期間は、1月1日から1月7日までなんじゃないでしょうかね。この正月こと納めというのは、12月13日くらいから、しめ縄をこう出してみたりとか、門松を立ててみたりとかっていうふうに、お正月のこう、新しい年を迎える準備をするわけなんですけれども、そういったものをお片付けするのが、この1月の8日です。鏡餅はダメですよ、しまったら。1月の11日が鏡開きなんで、そこまでは出しておきますね。はい。そのようにしてですね、正月こと納めということをやるわけなんですけど、地方によっては、1月の15日までね、15日が小正月なんていうふうに言ってね、その日までお正月期間としてやってるところもあれば、最近1月の1日から3日までの三が日をお正月って言ってるところもあれば、地方によっては20日までであるとか、1ヶ月間、1月がそもそも正月っていうふうに考えてるところもどうもあるようですね。で、あまりこちらでは見られないかもしれないですけど、1月の15日に、関西の方とかだと、その門松であるとか、しめ縄を、全部燃やすんですよね。どんどん焼きってやつです。はい。そういう風にして、お正月を、とりあえず終えまして、新しい年でまた頑張っていこうということなんですね。はい。ということでした。では、今日の名言に行きたいと思いますが、今日はエルビス・プレスリーの誕生日ということで、私生まれる前に活躍してた人なんでね、でもそれでも曲をね、多少聴いたらこれエルビス・プレスリーだってわかるわけですから、やっぱりすごいですよね。はい。そのエルビス・プレスリーの名言です。どこへ行きたいのかわからなければ、目的地についても気づかない。そりゃそうだ。ね。私もあまり目標とかを立てるタイプではないんですけれども、こうしたいって思う方向があるから今があるわけですよね。塾の先生ですから、今いる中学3年生が第一志望に受かってくれたらいいなってもちろん思うわけです。そのためにこうしたい、全員合格させたいっていうのが、塾としてはありますよ。商店街としてとかね、たくさんの人に来てほしい、どんな人に来てほしいのとか、もう話すと長くなっちゃいますからやめますけど、でこうしたいっていうことがあるから、ゴール地点が分かります。だから、その自分のやってる活動がなんとなく日々暮らしていてね、でいつの間にかこう、なんか自分がこう人があまりできないことができるようになっていたりとかしても、それはゴール地点かどうか目標を定めてるわけではないから、目標地点についてもなんだかね、それを噛み締めることなく過ぎてしまうのかなということだと思うんですね。目標を持つことが大事っていう話と反面ね、その目標が見つからなければ、無理にね、探すことなく、いろんなもの、いろんな経験をして、最終的に自分のやりたいもののビジョンが浮かべばいいなんていう考え方もありますけれど、まず、見定めるところ、この方向に行きたいなっていうことを考えてみることっていうのは、大事なんじゃないのかなというふうに思います。きっとエルビス・プレスリーも、こう言うからには、自分がスター街道を、歩んでどういう風に世界にこの音楽を伝えたいっていうビジョンはきっとあったんでしょうね。はい、今日はここまでにしたいと思います。皆さん、またね。